ここは長崎です。今日ね、ドーミーインを朝の11時にチェックアウトしたんですけど、今夕方の4時でして、チェックアウトしたホテルからスタートなんですが、あ、これか、大きいホテルができてるわ。これはあの数日前、本日は2020年の3月の26日なんですけども、10日前かな、3月の16日にオープンしたばっかりの新しいホテルだそうです。九州とかね、そこが結構中心になってるらしいんですが、今では東京などにも出店していて、どんどん全国的な地点になりつつあるカンデオホテルというところの紹介をします。今まで何度か泊まったことがありますが、動画にしたことはありませんけど、すごくいいホテルですよ。まあ、ここで営業してこのドーミーインからしたらね、ここにカンデオホテルなんていうのができたのはちょっと嫌なニュースでしょうね。本当にもう目の前にありますから。カンデオホテルのコンセプトはスタイリッシュホテルというそうなんですけども、ここには書いておりませんが、ビジネスホテルほど殺風景ではないけれども、シティホテルほどに高級なものでもない、その中間を行くということでして、まあドーミーインとかなり似通ったところがあるわけですよね。お客さんが続々入っていきます。このなんか噴水までできてるわ。立派な噴水っていうのかな、滝。ニューヨークのトランプタワーを思い出すな。11階にフロントがあるんだ。そういうやり方もある。多分11階って一番上の方ですよね。随分ピカピカな匂いがするな。おお、なんかこれもやっぱさすが新品だ。押しごたえがある、11階グイッと。最上階には、温泉、まあ、スカイスパ、温泉というか大浴場があるそうでして、まあ、他にもなんかいろいろ楽しめるのかな。あ、本当になんかやり方がドーミーインに似てるっていう感じだよな。ちなみに一泊なんですけども、今はね、開館の直後ということで、税抜き8000円になっておりまして、さらに、お客さんが少ないからですかね、1000引きのクーポンがありました。すごい、びっくりした。シンガポールのマリーナベイサンズって思い出しますけどね。何にびっくりしたかというと、受付の方がチェックインの手続きしてくれた後に、私がその辺をうろうろしてエレベーターのところに行ったらね、わざわざ最後に、どうぞごゆっくりって言ってエレベーターのところでペコリとお辞儀してくれたんですけども、なんか普通のビジネス、まあ、ビジネスホテルじゃなくて、ここスタイリッシュホテルということでね、名打ってやってるわけですが、そのぐらいの価格帯にしては本当にそんなに親切にやってくれるのかな、びっくり。まあそれは全員にやってることではないと思います。全員というかいつでもやってることではないと思うんですけどね。前に泊まった時にそういうサービスをしていなかったということもありましたから。すごいね、まあさすが新しいからってのもあるんですけど、匂いもなんか新品の匂いがする。ジャッというやつね。もうすでに誰か一応泊まってんのかな。10日前営業していればね、いくらお客さんの、おお、すごいな、お客さんの少ない時期とは。あ、いいね、これ。さあ、なんか昔、大和西大寺の駅前で泊まった時も、あれもカンデオホテルだったな。あ、こんな感じだったの、いいホテルだな。あ、そう。これなんかクイーンルームとか名前の部屋で銘打ってたと思うんですけど。そう、西大寺じゃない、思い出した、大和八木ですけどね。日本で一番長い路線バスの動画を前に出して皆さんにも見ていただいたんじゃないかと思うんですが、あれに乗った時に泊まったんですけどね。はぁ。いいホテルですね。今行ったばっかりですけど、まずここにこうスペースを割こうという考えがなんかすごいな。これ、要はここに腰掛けて、これ何 ?3 人目のベッドってこと、じゃんけんで負けたやつはここに寝ろっていうことかな。いや、それはさすがにそういうシステムではないと思うんですよね。いや、つまり3人目のベッドってことで、まああれダブルベッドなんで、2人一緒に寝ようと思えば寝られるやつなんですけども、これは、おぉ、なんか、一軒家が見下ろせるな。あの一軒家すごい古そうだな。ちょっとなんか見学してみたいんですけど、まあ絶対嫌がりそうな感じですけど、まあなんか夜景を楽しもうっていう感じの景色でもなかったですけど、でも窓がなんかすごい大きいからね。へー、前に札幌かどっかでカンデオホテルに泊まったんですけど、確かになんか4000円とかで一泊できた記憶ありますよ。それがなんかツインで2人頭、なんか3000、1人頭3400円、2人でなんか7000円とかね。なんかそんなだったような気もするな。
綺麗なホテルですよね。すごい、すごいですよね。まず最初にこれがこう、オープンになってる状態っていうのが、これなんか、こう、窓大きい、バーンという感じがし、これもいいな。よし。この、ここにこう、照明を配置するっていう考えです。これ逆に消せんのかな、この照明。あ、消えたよ。おー。部屋全部消して、あの、ここだけ電気がついてるっていう光景もなんか、幻想的にいいかもしれない。これ、冷蔵庫か、こいつは。冷蔵庫、スイッチをオンにして、まあ、現時点でオフなようですけど。こういう冷蔵庫もあるんだ。あ、なるほどね。二重冷蔵庫でしたね。なるほど、なるほど。はいはいはい、わかりました。冷蔵庫も新品ですよ。あの、マグネットがね、なんかこう、ピタッと閉まりました。まあ、永久磁石は、あの、永久磁石ですから、弱まったりしない。お、さすが。やっぱり長崎ですからね。で、三菱電機ですよ。これ、まあ、別に長崎に関係することはないけど、どこの関連ホテルも三菱電機なんじゃないかと思いますが。なんか、これも、しっかりしたドアだな、これ。なんでだろう。なんか、不思議な感じがする。ん?多分、この構造はそんな特殊なものではないと思うんですけど。まあいいや。ちょっと入ってみよう。トイレは温水洗浄便座ね、そうですね。いい匂いがすんな。まだほとんど誰も使ってないからでしょうね。まあそんな感じかな。あとは別にない。いやいやいや、カンデオホテルとドーミンの違いは、ま、私カンデオホテルの、大浴場って今までまともに使ったことあんまないんですけど、ここはね、ドーミンの場合は大浴場がある場合大抵ね、こういう風呂とかは、まあ、その代わりしょぼくなるんですよ。ここは、あの、各部屋の風呂も、まあ、割とちゃんとしてるし、また大浴場もあるというところですね。まあ、大浴場の方使ったことないから、まだ何とも言えないけど。で、あと、あ、このホテル、格の高いホテルなんだなと思わせる物品としてはですね、これ、水ですね。水が置いてあると、あ、なるほど、これは、シティホテルに違いないとか思うわけですけども、まあ、ここは、あの、カンデオっていうのは、輝きという言葉らしいんですが、特に、シティホテルという意識はないようです。まあ、ちょっと値段はね、あの、価格帯としては高めにはなるんですけど、もちろん。ただ、まあ、シティホテルというホテルほど高くはないわけです。そんでね、それから仕事してましたら、今もう1時26分になってしまったんですが、外は。雨はまだやっぱり降ってんなぁ。うちのチャンネルではね、ビジネスホテルとかに泊まった時は、一旦ホテルから外出して、外でなんか買い物して戻ってくるらへんもホテルレビューに含めるべきだと思っておりまして、ちょっと夜遅すぎますけどね、まあ、深夜のレビューもいいでしょう。ちなみに Wi-Fi めちゃくちゃ早かったですよ。信じられないほど早かった。びっくりした。なんか、スターバックスより早かった。早くチェックインすればよかった。鍵持ってね。すごいな、こんな風に青く光るんですね。すごいわ、なんかこう、金ピカなんでね、ラグジュアリーって感じがする。フロントが一番上なんですけど、まあ、あの部屋まで逆に言うと直接行くということもできると、まあまあまあ、そんな感じかな、大体のことがね。お、雨の匂いがする。やっぱホテルってね、あの、防音、なんか部屋と部屋の間のうるさいっていうのは、よほど大きな音を立てないと迷惑にはならないんで、自分の部屋で大きな声出してでも、あの、よその部屋にその音が行くってことはなさそうなんですけど、ただね、廊下に関しては、廊下の音は結構客室の中まで響くんですよ。だからちょっとそれは気をつけなきゃいけない。なんか温泉の匂いすんな。ん?いや、絶対温泉じゃないわ。これ、思ったよりね、水深が浅いんですよ。めちゃくちゃ浅い。もうなんかこの爪の半分ぐらいしかいかないですもん。なんだこの温泉。せっかくね、新地中華街の目の前まで来てるんで、中華街で何か食べたいところなんですけど、さすがにこの時間ではやっておりません。もう1時半なんでね、もう何もかも閉まってるって感じですが、コンビニはやっております。あの、せっかくだからお前長崎ちゃんぽんでも食えよって思う人もいると思うんですけど、あの、私実は昨日から長崎ちゃんぽんばっかり食べておりまして、動画に映してないんだけども、ちゃんぽん三昧なんで、普通にコンビニでいいわ。ちゃんぽんはなんかいろんな野菜とかあってね、いいバランスがいいと思う。ちなみに、あの、1時半とかまでずっと仕事してるから、なんかかわいそうに見えるって人もいると思うんですが、そんなことはないですよ。あの、私、朝の寝坊が怖くて、寝坊しちゃうと、あの、その分仕事ができなくなるんで、それ前提で、あの、夜のうちに寝る前に仕事を全部終わらして、まあ、明日の仕事に余裕を作るっていう働き方をいつもしてるんですよ。だからね、あの、別に、それ実際、今朝寝坊したんですけど、あの、そんなダメージはなかったですね。もう、あの、今日、しっかり余裕を持って終わらせましたんで、大丈夫。
また中華街でも見ながらね、あの椅子に座って食事しようかと思ったんですが、全部濡れとりましたんで、雨は止んでたけれど、ちょっとやめときましょう。角豚まんじゅうっていうのは、あの原先生、大学のね、先生、ゼミの先生にあの LINE したんですけど、あの角豚まんじゅうがあの有名ですよというふうにあの教えてくれて、これ美味しいです。あ、そうか、あの先生、あの長崎ご出身なんでね、まあ、食べたことないから食べていこう。ああ、車来た、光る。結構車通りが多いんですよね、ホテルの前にタクシーが止まってるしな。ちなみにファミリーマートで買ってきたんですけども、夕飯はごぼう天うどんということになっています。さあ、じゃあ帰ろうか。ドアが開かない、開かなくなっちゃった。深夜にだいぶ締め切りになるんですね。多分カードキーがあるから、これをここにね、ピッてやれば入った、よかったよかった。これ開かなかったら、まあフロントを呼び出せばいいと思うんだけど、ホテルの人も夜中は寝てるんじゃないですか。でも押すとピンポーンとか言ってね、なんか呼び出しのボタンとか押すと来てくれるから、一応起きてるのかな、ホテルのフロントの人は。ちっちゃいところとかね、田舎の旅館とかだと、いかにも今寝てましたみたいな人が飛び起きて来てくれますけど。何階だっけ、まずこれをここにピッとタッチして、確か7階だったな。7階ですね。最近のホテルってやっぱセキュリティの関係で、昔ながらの旅館であれば、こういうカードキータイプでもね、ここになんかこう番号が貼ってあったりとかですね、あとそれからの番号の札がついた鍵とかを使ってこうガチャってやるんですけど、自分の部屋番号を覚えておかないとね、ピッとこうタッチするタイプのやつに番号も書いてない、落としても安全なんですけど、自分がどこの部屋か忘れるということになります。今回は場所が覚えやすいとこだったので良かった。やっぱ改めて自分の部屋に帰ってくると、おお、すごいってなりますもんね。これもう裸足でも別に問題ないでしょ。もともと掃除されてるから関係ないし、やっぱ日本的なね、こういう、ベッドルームでは靴を脱ぎたいということもありまして、靴を脱ぐエリアと、それからあの履くエリアと、このように分かれております。ちょっとこう汚くて申し訳ないですよ。もうちょっと降りる前に出る前に綺麗にしてから帰ろうか。さあ、ごぼう天うどんですよ。美味しそうだな。もう九州に来るとね、必ず食べるって言いたいとこなんだけど、食べる機会がないんで、食べる機会を見つけたら必ず食べています。あ、なんかごぼうの天ぷらってそんななんか美味しくなさそうでしょ。なんだよ、ごぼうかよ、お前何がうまそうだよ、お前味覚が狂ってんだ、思うかもしれないんですけども、あのね、ほんとね、九州来て、あの福岡とかであの食べる機会あると思うんで、あの食べてみる。これがね、美味しくてね、ハマるんですよ。結構この出汁があっさりしてるのもいいしね。あ、お腹減った。出汁を一口飲んだら急にお腹が減ってきました。もうさっきまでね、もう仕事でもう飯も喉を通らんみたいな感じだったんでさ、12時間ぶりの食事か、よく考えたらそりゃこれだけ食べたくなるわけだ。コンビニも結構麺類中心にクオリティが高いですよね。ホテルもクオリティが高いし、いや、いいな、幸せな空間だ。美味しいね。言いましたっけ、430円でこれでしょ。九州限定なのかもしれないけど、全国でやってほしい。かしわうどんもあったんで、かしわうどんもね、JR の駅でよく食べますけど、私はこっちの方が実は好きだな。じゃあ寝る前にお風呂に入ってこようと思います。まあここにもあるんですけども、大浴場が有名だからね。バスタオルがふわふわ、すごい。おお、でもこのバスタオル JAL の香りする。12階に来たんですけど、さすがにすごいな。もう深夜ですからね、あんまり夜景が見えませんが、長崎の夜景がもうちょっと早い時間であれば楽しめたでしょうね。私はここからちょっと下に降りたところ、もうこの真下、5階下のフロアに泊まってるんですが、やっぱ私の部屋から見る景色よりもさらに素晴らしいわ。あ、このカードキーをタッチして入るのね。よし、狙い通り、もこんな遅い時間に来ましたので誰一人として使っていません。10番ですか。おお、なんかこれもまた2段に丁寧に分けられてるね。ずいぶん大きいね、このロッカーも。なんかすごいな。まだ全く温まってないんで、風に吹かれてただ寒いだけなんですけども、表面も波立ってますが、はあ、長崎の夜景を見ながらのお風呂か。誰もいないってのはまたいいですね。夜更かしもいいもんだ。
じゃあそろそろですね、さすがに寝ようと思うんですけども、この部屋はすごい数の照明がありますからね、まず風呂と、それからこの天井と、まずちょっと風呂は今消しますか、それからベッドのところ、これと、あれと、まあ、パソコンは閉じればいいですが、それからここにもあって、これも照明じゃないですか。で、この床のところにも照明があると。照明多すぎる。これはでも、全部ここから操作できるのかな。さあ寝ようっていう時にね、これであの部屋中の照明を消して回るなんてめんどくさすぎるじゃないですか。だからきっとなんとかなるはず。まだ面白いけど、ライトって書いてあるな。お、消えた。まずね、ここが消えましたよ。消えた。次はどこが消えるかな。お、天井が消えましたね。それから、これはライトランプってあるから、これも消えるけど、この周りのライトはやっぱ自分で消すことになるのかな。なんかそんな感じですね。やっぱり消してから眠りたいと思うんですけど、どうやって消せばいいんでしょうね。難しい。ついちゃったよ。やっぱこれですかね。あ、消えた消えた。ここだけはこれを操作しないといけない。あとあれも残ってんな。これは2つあるぐるぐるを回せば消えた。よし、じゃあこれで3時になっちゃったんですけど、でもね、幸いなことにここ朝食が結構遅くまで対応してくれて、9時半まで、やってくれるらしいんで、あ、これは操作もやりやすい、わかりやすいやつだ。しかもね、ここを見てもらいたいんですけど、これアラーム6時と、まあ、アラーム 2も6時なんですけど、これアラーム1と2が両方セットできる。だから2つ1個の時計でアラームがセットできる。そんな時計も最近あるんですね。これいいや。9時13分と9時22分の2回にアラームをセットしました。ちょっと心配だなぁ。これで、あ、裏にアラーム1、2のスイッチがあるわ。これで両方ともオンにすれば大丈夫だ。ホテルに泊まった時って心配なんですよね。そこに置いてある時計の使い方が正しいか。ちゃんとアラーム鳴らなかったら終わりじゃないですか。まあ、鳴ってくれますよね。チェックアウト11時なんで、まだ8時間は滞在できるな。おはようございます。では朝の9時ですね。聞こえました？今まさに起きたところなんですけども、教会の鐘の音でね、目が覚めました。いや、いいところだ、長崎。まあ、前は教会に泊まったこともありましたんでね、教会の脇の宿泊施設に2000何百円で泊めさせてもらいまして、ね、あれもすごい助かったんですが、ここにもあるんですね、教会。どこの教会でしょう。まあ、いっぱいあるから有名な教会ではないかもしれませんけど、朝9時の知らせの鐘の音。でもまだね、みんなもうちょっと寝ようかな。朝ごはんを食べてきまして、9時半までに追加でお金を払ったんですが、値段がちょっと高くてですね、2500何十円ということでした。朝ごはん2500円が高いと思うと思うんですけど、多分ですよ、これは分かんないですが、私今回ね、予約したとき素泊まりで、7800円とか、まあ多分これは特別に安い値段だと思いますけど、ただね、これが朝食付きだと、なんか1万何4000円とかなんかそんぐらいになったんですよ、予約サイトで。だから多分、その素泊まりだとすごい安く泊まれるんだけど、朝食付きだとそこまで安いプランがないみたいな。そういうことだと思う。だからそこの差額が2000何百円になったんだろうなと思うんですけども、内容はこんな感じでございまして、これはね、2種類の定食から今は選ぶということでした。トルコライス定食と、長崎定食がありまして、トルコライス定食にしたんですけどね、これちょっとね、朝から、トルコライスというのは、ピラフとカレーとそれからその上カツカ、トンカツが乗ってるというものでして、まあ、結構重いものをね、いただきました。もうめちゃくちゃお腹いっぱいになりましたよ。多分わかんない、このカンデホテルの長崎はまだ史上一度も、普通の、朝食営業、ビュッフェ営業をしたことがないので、実際の朝食がどういうスタイルで提供される方針なのかわからないんですけども、まあ、多分これが食べられるようになってるんでしょうね。もう普通にね、とんかつと思いっきりご飯がつ。で、これちなみになぜトルコライスというのかについてはわかんないそうです。なんならトルコというのはね、そもそも豚肉を食べるような文化ではない。なんかイスラム教らしいんで、豚肉はそもそも食べないらしいんですけど、なぜそれにとんかつを乗せるのか全くわからないということで、トルコ側としてはですね、なんでこれトルコライスって言ってんのって感じらしいんですけども、まあ、ともかく長崎の、いつからあるのかよくわからない不思議な名物となっています。なんかいくつか説があるらしいですね。トルコが1950年代当時どんな国だかわからなかったから、だからまあじゃあとりあえずよくわかんない料理だからトルコライスって名前にしとこうとかね、いろんな、ピラフは中国のものとか、それからナポリタンは、イタリアでとか、なんかそれでいろんな国の料理が集まってるから、東洋と西洋の間、イスタンブールがあるトルコを、名前にしろ、そういう理由があったようですけども。まあ、あと、こんなね、たくさん、デザート的なやつも用意してもらいまして、美味しくいただきました。量は多かったですけども、
このご時世においてもホテルに泊まりまくっている私としてはですね、大体の場合、今のご時世、バイキングが、提供できないホテルです。しかし朝食営業はやっていますっていうところだと、豪華になっている傾向にあるような気がしますね。もしくは値段が安くなっているか。じゃあ今10時28分なんですけど、ちょっとまだ眠いもんですから、もう少しだけ寝て、チェックアウトのね、延長できるかな、昨日聞いたんですよ。したら1時間2000円ということだったんで、ちょっと1時間2000円はね、まあ、ブルジョワの領域だよなと思うんで、11時にチェックアウトはしようと思いますが、もう少し追加でお休み。さっきもう雷も鳴ってましたよ。ピカーンと光ってきました。今から1時間延長することはできますか？はい。はい。かしこまりました。ありがとうございます。はい。失礼いたします。眠すぎるわ、もうちょっと休もう。もう夜まで予定ないんでね、少しでももう寝不足を解消しとかないと。6時間ぐらいしかまだ寝てないからな。長崎駅に戻ってきました。随分いいホテルでしたね。やっぱね、あれすぐ近くにある道民院もちょっと大変なんだろうなと思うんですけども、まあ、しかしですね、また道民院側も公正負けてはいなくてですね、今度の5月になりますけれども、ここから確か電停で1つか2つ行ったところだったと思います、五島町というところに新しくまた1つ新築でオープンさせるんだそうです。だからまだまだホテルの戦いは続くんですね。一方で外国人観光客の輸入が少なく、また日本人の観光客も大幅に減っていると思いますので、どこもですね、今はそれでもまず苦しい冬の時代を乗り切らなければならない、そんな厳しい時代のスタートですが、面白いホテルに会うことができました。で、今回ね、ホテルに泊まってたら、すごいなんか実は、関電ホテルの偉い人がいらしてですね、その人に話しかけていただきまして、今度またなんか面白い動画とか撮れるかなと思いますので、その点皆さん、お楽しみください。じゃあ、こんな感じでどうもありがとうございました。このままですね、ホテルの乗り換えをいたします。本日で JR 九州の長崎行きは、供用終了となっておりまして、その関係で今日は JR 九州ホテル長崎、この間も一回泊まったんですけどね、ここに泊まる予定です。ではどうもありがとうございました。